はい、ここです。そしてこの粗挽き胡椒を、どうも酒の妖精です。ということでですね、本日私がいただくのは酒です。そしてそこに何を追加するかというと、今回はですね、酒飲んでもね太りにくい料理ですね、オートミールね。このオートミールを使って最高に美味しくて罪悪感がほぼない最高の痩せチャーハンデブブレイカーを。リュウジのバズレシピ、材料を紹介します。まずオートミール、どこのオートミールでも多分大丈夫だと思います。僕はこれ使ってますけども、これ 30g 使います。そしてですね、言うてオートミールって1食分ね 30g ですごく満腹になるっていうような売り方してるので、 30g だとね結構こう米感がねちょっとチャーハンにするにはね、お米の量がちょっと足んないかなと思うんで、具材の方をね多くするっていうやり方をしています。まずキャベツです、大体 80g ですね。あとはね豚こま肉ね、油がまああんまついてないところで大丈夫です。これ豚こま肉は 80g、 あと卵がね2個、あとはね調味料だけ。これで本当にお米感があるチャーハンを作ります。ではこの最高に太らないオートミールチャーハン、超痩せチャーハンですね。これを作るのに一番大切なものは何だと思いますか皆さん。このオートミールチャーハンに合わせるドリンクを決めることですよね。やっぱりね、お酒も太りにくいお酒の方が良くないですか。なので今日は俺とお前とハイボール、いただきます。鼻が冷たい。ということで休みです。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずねオートミールです。オートミールを 30g、ね、きっちり測りましたね。そしたらここにお水で 50cc 入れます。600W 50秒で温めてる間にお野菜を切っていきましょう。大体チャーハンとかで長ネギとかやるじゃないですか。長ネギとかやるんですけども、長ネギとか玉ねぎとかって糖質が高いんですよね。なんで今回は極力糖質が低い、このキャベツをお野菜に、やることによって痩せチャーハンを、体現したっていう感じですね。だいたいこんぐらいの細かさ寄せておいて、でお肉切っていきます。まあどっちもね炒めるんでね、同じまな板で切っちゃっても大丈夫なんで。そしたら、これもやっぱり刻むんですね、これね。はい、豚こまも部位によっては結構脂肪ついてるんですけども、油ついてたらついてて、まあ美味しいん でこれでね下準備はこれもまあなんだろう。はい、じゃあですねオートミールができました。こんな感じです。こうね結構ね固まってんすよこれ、こんな感じね。はい、ごま油です。これね小さじ2杯入れます。大体これぐらいかな。はい、でそして、火にかけます。でね温まったなと思ったら、お肉をねまず投入します。で入れたらここに軽くですよ、軽く塩コショウして入れてください。でこれで炒めていきます。はい、そしてキャベツ、でキャベツがもうすぐしんなりしてくるので、それはちょっと火を弱めて、はい、じゃあこれを、まあ、ちょっとね、ここ広げてここにねもうね入れちゃいます。卵入れたらここでちょっとねちょっとスクランブルにします。そしてからここでオートミール、はい、ここです。このねやっぱ卵とお野菜と絡まったこのオートミールっていうのはすごくね米感を出すんですよね。よくねオートミールでほぐすような感じで、炒めて、でここで味付けはねほんと簡単。これ味パンダちゃん1、2、3、4、5、6、7振りです。はい、学ぶ3分の1です。はい、思ったら3倍入れてください。はい、あとはもう中火でバラッと炒める、ね、
ちょっと味十分かなと思ったんですけど、ちょっとね醤油垂らしたいんで少しね垂らします。お刺し半分ぐらいパラッと、お醤油の香りもつくんでね。はい、じゃあこれをお皿に持っていきます。で、こうするじゃないですか。よっ、あばうぇーい。紅生姜添えるとね、またもう一段とね、チャーパンっぽくなるんで。そしてこの粗挽き胡椒をパラ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 ということで、こちらね、世にも美味しいオートミールチャーハンの完成でございます。じゃあいただきたいと思います。いただきます。いやこれがダイエット中なんだよ、わけわかんないね。じゃあいただきます。これね、完全にチャーハンなんよ。めっちゃうまい。マジでオートミール感ないんだよね。これね、絶対みんなやった方がいいよ。これめちゃめちゃうまいから。あと味変でラー油、これをかけるとねちょっとスパイシーなんで、うぅ、あーうまこれ、俺大好き。あの、もしこれが低カロリーチャーハンとして出てきたら、俺本当に、あ、これでいいっすってなる。本当にめちゃめちゃ美味しい。ということで皆さん、このオートミールチャーハンどうでしたでしょうか。痩せるから食べてほしいじゃないんです。そもそもめちゃめちゃうまいから食べてほしいんです。これ、この動画見た方はダイエット食とかいうの全く忘れて食べてもらっていいです。それでもめちゃめちゃうまいと思うぐらい美味しいチャーハン、ぜひ皆さんこちら僕の調査です。試してください。アルチューマシーンです。しかも新2号です。はい、いや3号、あ、3号です。はい。さあ、そんな飲んでた。何リットル飲んでんだよ。じゃあ3号ですね。大切山おろし、大体ね、あの黄金比はね1プッシュ半です。で、これね、あのアルチューマシーンって、これがアルチューマシーンじゃないんですよ皆さん。これがアルチューマシーンなんです。ここね、ここがもうブレーナー、これ 1プッシュ半です。